栃木の名店を訪れて美食を巡る土地めし。宇都宮市、宇都宮市役所から徒歩1分の和食店、和食関。明かりが差し込む落ち着いた雰囲気の店内。敷居も高くなく、気軽にお料理を楽しめるのが魅力です。お料理は和食一筋で長年経験を積んだ店主が、旬の食材を中心に作り出す和の一品の数々。メニューの種類は一品も合わせますと大体100弱ですかね。はい、旬の食材だった料理を、まあ、おすすめに出してる感じで。今の時期だとちなみに何が？今ですとやっぱカツオですかね。今が旬のカツオを使った料理を作ってもらいました。仕入れたばかりの仙台産のカツオ、これを丁寧におろしていきます。カツオ以外にもマグロ、カンパチ、サーモン、ソデイカ、タコなど新鮮なお刺身を全部で8種類用意したら、海苔をのせた温かいご飯の上にきれいに盛り付けていき、仕上げにイクラを添えれば完成です。茶碗蒸しとお吸い物、おしんこがついた和食関の海鮮ちらし寿司セット。8種類乗せてますけど、それぞれ脂が乗ってたりさっぱりしてたり、バランス的にはいいかなと。栃木県でもこんな美味しいお刺身が食べれるんだと言われることはよくあります。宇都宮で楽しめる極上の魚介料理、一度召し上がってみてはいかがでしょうか。